ドスコイボンジュール。ボンジュール。ちょっとさ、さっきさ、さっき面白いことあったの。ドスコイボンジュール。今日はね、珍しくないか、ツインテール。こんばんは。ドスコイボンジュール。テロップ出すね。と、あくし。かい。や。握手会ツーショット会で行けるかな。握手会トーク会点キーナーさん、あ、いける。え、すごい意図だ。ありがとうございます。ハートありがとう。握手会トーク会ツーショット会、オッケーオッケーオッケー。おお、皆さん T シャツにお気づきですね。さっきさ、あのダンスしてたの。ここは幸せ大好きなのでドスコイテストやめと思いました。よく思わない人もいるそうなので、いそうなので、まあ、確かにそうだよね。じゃああれだね、普通にここがココハの生誕祭じゃない時に出られる時に来てきてください。ありがとう、ハート。見て、タブレット開くね。確かにそうだよね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、タブレットのショールームがひれかない。ありがとう、ね、ここ痛いんだけど。なんで、めっちゃ痛い。ありがとう、だるま。ありがとうございます。この間は気づいてる人いたね。マカロン、マカロン、マカロニじゃないよ、マカロンだよ。今日はマカロンじゃないよ、マカロニだよ。だよ。最近ショールーム調子悪い。ショールーム？どこかだって。いや、なんか。ユニットでから話してしありますか？わかりません。ありがとう、糸。糸だよね、これ。なんていうの？時計？毛糸？か。結局、マカロンとマカロニどっち？マカロンの方が好きだけど、マカロニも好きです。面白い話、あ、そう、面白い話はさっきなんかあのさすがにリップだけでもつけようと思ったんですよね、ショールームの時に。なんかリップだけでもつけた方がいいかなと思ったから、リップだけつけようとしたらくしゃみが出たんですよ。くしゃみが出そうだなと思って、それでなんかドスコイを挑戦しようと思ったの。くしゃみのドスコイをね、挑戦しようと思ったら、あのど、あのなんて言うんだろう、なんかしっかりドスコイはできなかったけど、なんか聞こえ方によってはドスコイだったの。ボン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 、毛玉系、ポンポン毛玉系の名前ってギフト、糸じゃなくてね。さっきくしゃいのドスコイ、そうかな。まあなんか一応ね、え、本当にやったの。え、痩せ、ダイエットしてるんだって。なんか3月1日に制服のね、あるんですけど、あるっていうか発表されて、なんかなんだっけ、あのニュースに出てたけど出れなかったです。ありがとう、ハート、ありがとうございます。ああいうのってなんかめっちゃ見るの怖いよね。毎日見てたんだけどさ、てか自分が違うなんかページのところにいてさ、気づかなかったんだよね。
ありがとうだるま、またありがとうございます、ドスコイって言いながらくしゃみするの、ドスコイドスコイってやるんだって、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ハートにだるまにたくさんありがとうございます。え、でもさ、来るけどさ、どっちが席かわかんないじゃん。トレードに当たりました、仕事、お、やった、楽しみ、ありがとう、ハート、しないよりをしない、なんだっけ、毛玉系ギフトだっけ、あ、さっきそう、毛糸玉、ありがとうバラ、ね、今度動画撮るね。でもさ、あのさ、くしゃみってさ急に出るじゃん、だからなかなか難しいよね。竹刀は何に使う、竹刀はつつく、まだこれ、まあまあまあ、わかります、わかりません、ありがとう。でも毎日はさ、さすがに無理だな、そんなに、めっちゃお金かかるよ、毎日やってたらやばいよね長むずい、ずっと撮影しとけばタピオカ飲んじゃダメでしょ、え、ダメ、ありがとう、来なかったらつつく来てもつついちし、ティッシュで鼻こちょこちょする、よくそれやってもね、くしゃみ出ないんだ、胡椒鼻で嗅いでもくしゃみ出ないし、タピオカはカロリー高い、知ってるよ、知ってるよ、こんばんは、ママ、お姉ちゃんじゃないんだっけ、人も、タピオカやだに飲んだことない、飲んだ方がいいよ。でもさ、ここさ、学校寄り道禁止だからさ、学校の帰りとかさ、タピオカとか飲んで帰れないんだよね、もうそのまま、あの、寄り道せずに帰宅だから、いつも、ありがとう、すぐ名前忘れる、じゃあ、あの、糸って呼ぶね、糸、糸ありがとうございます、タピオカ、あのさ、あの、あれ、あの、黒糖ミルクが美味しい、真面目でしょ、23日フル作用草案中、サイリウムのカラーってこと、まあでもココハの振ってください、ココハの生誕祭なのでね、まああれかな、両方ココハとココのペンライトっていうのもありなのかもしれないけど、一つ振るんだったらココハの振ってあげてください、寄り道禁止守…え、そうだよ、ここ、いや、守ってんの偉くない、結構もう、破ってもいやーとか思ってたけど結局破んない、あ、しやね、しやね、南沢高校も寄り道禁止だからね、ちなみに、あの、高校の高校もそうだから、あの、南沢高校も寄り道禁止だから、ここさ、ちゃんとさ、高速守ってるんですよ、ユニットで振る、うん、ありがとうございます、なんだろうね、ユニット考えといて、予想しといて、ナイサー高校このルームへの寄り道禁止です、立ち見の一番後ろからこっそりこっちゃんのうちを抑え振りますね、え、ありがとうございます、立ち見だったらね、意外と目立つけどね南沢高校って実際に、ありそう、本当にありそう、片手にマカロニでいいね、お、いいよいいよ、よそ見禁止、ユニットがココちゃんと違うといいけど、まあ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 、ありがとうございます、あと、まあ予想しといてくださいね、
今日はさつきちが可愛い、いつも違う人可愛いって言うじゃん、いつもほぼミヤビームじゃん。かきれないルーム配信中、ここの寄り道ですか。ここの配信を見るのはいいけど他の配信見るのはダメ、寄り道になるから。カレフのステーション行っとく。うん、なんでしょうね、インビット。こんばんは、ボスコイボンジュール、ボンジュール、ボンジュール、ボンジュールって言ったらちゃんとボンジュールって返してよ。遊びに来たよ、ありがとう。なんだろうね。まあまあ言わずにね。先輩の配信はいいですよね。あうんって言って、うんって言っとくだけね。うちは作っていこうと思います。お、楽しみに待ってます。詩人のジャンプで一番高くジャンプしよう。そうだね、確かに。でもココハン、ココハンも背高いからな。女の子の第6巻って予想します。ありがとうございます、一等ハートありがとう。そういえばポン、え、ポンジュース買ってない、ありがとうございます。ハート、糸、ハート、ありがとうございます。糸って呼ぶから、糸って、よろしく。 T シャツ、 T シャツさ、みんな気づいてる？最初の人はね、気づいてたけど。オレンジジュース、え、オレンジジュースじゃなくて、あのなんか酢のジュースが好きなんですよ。ありがとうございます、ハート。うん、そうだよね。なんかでもさ、なんかでもさ、似てた、似てんじゃん、着てたのと。だからありがとう、ハート。いい練習してる。あるよ、いつでも胸 T シャツかと。え、そうだよね。でもね、最初のね、最初コメントしてくれた人たちは結構気づいてたかも。酢のジュース、そう、こっちゃんが書いてたら出てきづく。確かに、こが書いてたら怪しいね。え、そう、リンゴ酢、リンゴ酢、リンゴ酢めっちゃ好きなの。そう、え、こう酢好きで、酢ってさ、ちょっとさ、なんかさ、ツンとするじゃん。で、酢が好きなんですよ。毎日リンゴ酢飲んでます。え、なんかさ、ダイエットリンゴ酢みたいなの知ってますか？あれってさ、太るらしいからさ、でもさ、好きなのめっちゃ。いや、気づいてたけどスルーしてたわ。おーおー、しないで、しないで。モスコイボンジュール、スイカも好きな子。え、そう、スイカ好き。ミョ、え、これミョって読むの？ビスだと思ってた、ずっと。レモン酢も美味しいよ。でさ、酢なんだ、さ、いろいろできるよね。私はドスコイ着けて T シャツで行くので現れるの、や、楽しみ、めっちゃ、ちょっとめっちゃ楽しみだな、今日本当に。のあのあれやってね、あのおーおーおーってやってね。ありがとうございます、伊藤流れ星、ありがとう、こんばんは、こんばんは。握手会に備えて鍛えて、そう。え、これヘビー？これ何？ヘビーですか？でもなんか新しくなったよね、多分ギフト。ドスコイボンジュール、糸ありがとう。え、ここさ、ヘビーで思い出したんだけどさ、あの小さい頃にさ、なんかあの金魚すくいみたいなのさ、あのさ、あの指輪すくい的なさ、なんかいろいろごにゃごにゃ、あの入ってるやつあるじゃんか。あ、マフラーか、マフラーね、まあ、確かにそうかも。あ、マフラーね、マフラーか、マフラーだね、マフラーですね。ギフトできて、そうだよね。でさ、あのさ、なんかいろいろ入ってるやつあるじゃん、マフラーね、マフラー。マジ編みマフラー、ありがとうございます、流れ星。
なんかさあれだね、なんか冬のさギフトみたい。スーパーボールすくいのなんかいろいろぐにゃぐにゃ入ってる版があるんですよ。なんかそれのなんかそれでなんか前あのハートだと思って、指輪がねハートだと思って取ったらヘビだったの。ヘビだったからあのいとこにあげたっていう。そうあったかニットギフト、そうなのね。そう、あそういうことか。だからそのなんか網でなんか作ったやつとかあの糸とかってことなのか。そっか冬か。そうハート型だと思ったらヘビだったの。なんかヘビがこうやってこうなってて、ここがこう指輪になってんの、こうなってんの、ここはそれがこういうハートだと思って取ったらヘビだったの。だからあの怖くてあげた。ありがとうございます糸。なんかヘビじゃん、ハートと思ったらヘビだったっていう、なんかちょっとあの悲しい、結構悲しかったここはね。なんかさギフトって毎回可愛くない？めっちゃありがとうございます。こっちゃんは編み物しないの？え、していいんですか？ありがとうございます。あとめっちゃそうだここ本当にね、あのね結構ショックだったんだよ。ありがとうございます。あとこんばんは。おもちゃの指輪です。なんか金色の指輪なんですけど、ヘビはこういうで、これはハートだと思ったらヘビだったの。もうなんでやだ。ありがとうございます。あとこんばんは。こんばんは。もうね結構ねショックなんだよ。なんかさタブレット調子悪すぎてさ、くる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 して止まるんだけど、ね、ヘビは嫌だ。そうだよ、だってさハズだと思ったらヘビなんだよ。だいぶ違くない？ありがとう流れ星。なんかさ基本あのずーっとあるさギフトとさ、あの期間限定のギフトとかいろいろあるのね。ヘビだったの。ヘビは金運の神様だから縁起がいいのよ。財布に入れてる人もいるみたい。でここであのおみくじのねあれ入れてます。なんかおみくじのさなんか金運上がるみたいなやつあんじゃんか、入れるとあれ入れてるんですよ。まあ、このヘビもショックだけど、制服の目の3月1日出れないのもだいぶショックですけど、もうあれもうやだね。なんか見るの辛いけどね。でも23日めっちゃ頑張ってあのずっとそのなんていうのあのなんかなんていうのあれなんかいるメンバーっているじゃんか、それになりたい。ヘビの日にヘビローテーション。そうやの、あそうで、なんかねあれなんだっけ、幼虫だっけ好きなんですよね。幼虫じゃない、なんだっけなんか好きですよね。あのなんか虫のなんか言ってたみたいな。制服のレギュラーメンバーっていうのになれるように頑張る。こんばんは。なれるよ、頑張る、頑張ります。ありがとう糸。でもさ制服の目ってさ多分1年ぐらいはやるじゃん、多分分かんないけど。23日頑張ります。ヘビなんヘビヘビヘビ白いヘビ見た。落ちてない。だから誕生日プレゼントとあのバレンタインあげたんです。あのなんか渡したやつ。そう。なんかさいっぱいあげるとさちょっと困っちゃうかなと思ったのでね。
2列目の真ん中すご、席めっちゃすごくない？2列目の真ん中すごすぎる。白いは気に上がる。え、そうなん？しかも白いさ、鳥？あ、鳥じゃない、蛇見たのパパだよ。え、白蛇は幸運が来る。パパ幸運来たんかな、何来たんだろう。コブが SKE に受かるっていう幸運かな。ドスコイボンジュール。でもね、なんか普通の蛇を見たことある。出演してスタッフさんに待ってた。そうだね、演技蛇。そうなのね。え、なんかさ、蛇に見られたら死ぬみたいなさ、やつとかあるじゃん。あれ怖くない？こんばんは、パパ。最善のセンター、最善のセンター、やばい。パパ何かいい子だと。パパで、パパが見た。え、なんか、え、そう、なんか何かの蛇見ちゃうと死んじゃうみたいな。わかんない、名前わかんないけど、え、見たことない、見たことないけど、なんかそういう蛇もいるみたいな。こんばんは。メデューサっていう蛇。え、なんかさ、こういうのさ、めっちゃ信じちゃってさ、怖いんだよね。あと目が合うとなんか死んじゃうみたいな。石になるんじゃない？え、ここが石になるってこと？その蛇に見られたらここが石になるの？蛇が石になるの？赤い蛇、この神話の怪物。え、怖い。マムシ、え、ね、うーん、なんかやだ。マムシってさ、あのなんかお酒の中になんか入れてなんとかってやつでしょ。なんかそういうの学校にあった気がする。怖っ。占いとか好きなの？いや、占い、そう、なんか一回なんか占いしようかと思ったの、あのオーディションの時にしてないけどね、してないけど。ここが石になるの？え、怖っ。ヘミに見られたら石になるとか怖すぎるんだけど。怖っ。さやさん、ヘミ飼ってるの？こっちはダメが合わないの？公園他の人見てね、嫌だです、ダメです。それは、それは違う。ここヘビじゃないもん。ここのとこ見たらね、違う意味で死んじゃうんじゃない？学校にあるのは理科室のホルマン漬けじゃないかな。え、わかんない。なんかいるよ、ヘビ。でもなんか心臓抜いた鳥とかいる。メデューサは鏡を見ながら倒すといい。え、鏡を、ここが鏡を見て倒すってこと？怖っ。審査員の人占いしたらめっちゃここが審査員の人占うってこと？おもろめっちゃ面白いんだけど。こんばんは。なんで、え、そんなに頻繁にヘビがいるわけじゃないよ。え、待って、めっちゃ曲がった。私は合格しないと不合格に、不幸せになるでしょ。やばすぎ、ただの脅しやんただの脅しじゃん、それ。よし、なんか曲がっちゃう。かな。でも行ったら本当にさ、受かりそうじゃない、それね。それで本当に不幸せになったら占い師じゃん。蛇ににらめられて動けないのをカエル。いやだ、カエルもダメ。もう全部ダメなんですよ。ありがとうございます。寒い、なんか寒い、暖房つける。寒い話したら寒くなっちゃった。今日も世界一可愛い、ありがとう。それ他の子にも言っちゃいけないんだ。そういえば
大須には行けそう。まだです、こんばんは。さすがに半袖。じゃあなんかさっきダンスしてたの、ダンスしてたから寒くなかったんだけど寒くなった。カエルの話とかしてたら寒くなった、ね、そうカエルたくさん、そこ小さい時カエル触れるよとかなんとかって言ってたけど結局触れない、あのちょっと強がってただけ。僕の好きな最強人で可愛すぎて休止する、なんで二つに結んだの、男たちはいいだけ。今日モスだけは、モスでは何を、モスではリンゴ飴と食べたいです。アマガエルなら平気で触れるけど、カエルは全部ダメ、カエルはやめてくれって感じ。ダメ、ね、やだ無理、もう本当にやだね、虫ダメ虫ダメ。うん、ちょ、ここあれなんだって、お姉ちゃんの部屋に虫出て一人で閉じ込められたんだって。なんか悲しいしたよね、どっかで。最強ツインテルとおかさん、そうだよね。ゴキブリも無理、もう全部やめてほしい。もう虫やだ、もうやだ、いい。なんかアリとかさ手に登ってくると思うとさ震える。もうカエル食べたことあるよ。え、どうだった、カタツムリも無理、もう全部やだ。え、なんかバッタとか無理。え、もうゴキブリに出会ったことない。ここハチも無理だし、虫で唯一いいのは虫眼鏡かな虫眼鏡だったら触れるよ、ここ虫眼鏡なら。一人暮らしで虫出たらどうする、隣の人に助け求めて助けてもらう。遠く会で虫のこすりして、じゃあ逃げます逃げます。わって、いいこと思いついた。あのさ、虫のコスプレする人がいるので、そしたら網で捕まえてあげる虫取り網で捕まえてあげる虫飛んできたら叫んじゃうタイプ。虫飛んできたら、いや、あのなんかっていうタイプかも、わかんない。もうね、無理。隣の人が虫だったらね、そんなことないでしょ絶対でもイナゴ料理とかなんとかってあるよね。あ、なんかイナゴ食べない、イナゴ食べたことあんのかな、こんな隣の人が虫飼ってたりして、そしたらもう無理、え、もう出てく、捕まりましたでいいもう倒しってか、あ、うわ、それもよかったな、虫取り網持ってさやるのもよかったな、捕まえるっていう意味で。え、なんかさ、クラスとかにハチとか出たらさ、みんな廊下に避難みたいな蜂もね怖い。てかさ、今さお姉ちゃんがさめちゃくちゃさ大きいくしゃみしてさ、このここの部屋まで聞こえてきたんだけど、下でくしゃみして、どんだけ大きいくしゃみしてるの。しかもドスコイっていうくしゃみじゃない、普通のくしゃみ。寝てる間に耳がカサカサ、え、やだ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 、なんかほんと痒くなってきた、やめて。あのあとさ、トコジラミあるじゃん、トコジラミの話しただけでさ、あのね、めちゃ全身痒いんだよ、もうね、やばいの。虫取りと麦わら帽子と虫取りとあんこいいね。うわー、なんかいろいろいいね、いろいろいいの思いついちゃったね。なんかドスコイっていうくしゃみマスターして、あのみんなさ、あの特訓しといて、特訓訓練ありがとうございます。あとなんかもうそこさ、魚嫌いすぎてさ、あの給食ってさ食べなきゃいけないじゃん、だからさ魚アレルギーってさ言えば食べなくていいじゃん、だからさ魚アレルギーですってさ言えばいいかな。でもなんかママで話したんだけどさ、あのなんか
その書類書みたいな出さなきゃいけないからさ、そう出さないといけないから、もうね、半分はね頑張って食べるっていう。今はねまあ食べれる。そっくりしたらでき、そう魚、そう魚嫌いの。え、なんかお寿司はタコとイカとイクラと梅巻きとないんだけど、あのマグロとかサーモンとかダメ。あのマス寿司めっちゃ好き。でもあれさ、ちょっと高いよね結構。やばいすぎるだろ。ありがとう、トスコイボンニュール。 T シャツ大事だから、ここのポイント。卵、あ卵は食べれる。卵はフォローしてね、フォロー、みんなにフォローさせるから、フォロー、フォロー、あのハートポチッと。いろんなところに網を、そうそう網をこうやってもう取る。もうね、もうね、魚はね結構大変だよ。あのね、あのあれだもん、魚はね、あの骨があるの、骨があるから骨刺さりそうであれなの。マカロニも、マカロニはね好きだよ。フォローしてね、フォローしてね。お寿司いっぱい提供します。ポチッとな。ここら辺にきっとあるはず。こうやってあのツンツンしといて、一回ね、一回だよ。あのピンクになってる人はしないの。ありがとうございます。なんかでもし、その骨がさ、本当にタコとイカは好き。なんかさ、骨抜きって言われてもさ怪しいじゃん、わかんないけど。だからさ、信じられないんだって魚の骨抜きは。もうね、魚はね、そう骨がね恐怖で食べれないんだよね。ハートが白くなりました。赤くしてください。こっちゃんはイカが好き。こっちゃんはイカが好きです。イカ好き。あのスルメイカとか好きです。ひつまぶし、ひつまぶしも無理。ひつまぶしってさ、うなぎだよね。うなぎだよね、ダメなんだよね。カニは好き。ね、長野のおからには好きなちゃんのポスターあります。あのドアに飾ってある。うなぎ、今うさぎも、うさぎって見えちゃった。うなぎもダメ。よだれ、よだればいいんじゃない。あ、よければ、あ、避ければ、あ、怖いの。ちょっと寄り道してきます。ダメです、ダメです、ダメです。そう、白身魚は食べれる。ポポちゃんはファンを骨抜きでしない。最近お魚、お魚、それが信じられないんだって。もう怖いの、ここ。イカリング好き。エビフライ、エビフライ大丈夫、エビも食べれる。カニクリームコロッケ好き。ありがとうございます。流れ星ありがとう。止まっちゃったタブレット。また仮面ライダーのね。え、確かに。なんかこういう、この間授業で宇宙人の絵描きましょうっていうのあったんだよ。描いたんだ。ありがとうございます。あと、こんばんは。今日はタブレット、そう、本当になんかずっとね止まってるの。ありがとう音符、ずっと止まっててね。糸ありがとうございます。ちょっと待って、あの横浜のさポスター持ってくるね。あ、長野です。授業で宇宙人、そう、なんか宇宙人の絵を描くみたいな、そう、謎の、めっちゃ謎なんですけど、なんかそういうあれだ、なんか宇宙、普通に宇宙人の絵を描くんじゃなくて、なんか想像した、なんかこれ、なんか言葉によって捉え方が違う授業で、なんかこのなんだっけ、なんだ、なん、どういうあれだったんだっけな。美術じゃないの、美術の授業ないんですよ。ありがとう、マフラー。もうマフラーって言葉覚えた。ドスコイボンジュール。
なんかなんだっけ、あのね、なんかあるんだよ、なんか言葉の並べ替えによって捉え方が違うっていう授業で、何どっちが大きいのかみたいなとかなんとかっていうのがあって、それで宇宙人の絵を描いたの。ありがとう。え、ちょっと持ってくるね。しっかり止めてあるから部屋に。え、ココちゃん、え、バレた？ココちゃん、そう、ジャージなの。え、それココなんだけど、これねえ、長野のマカロニを好きになっちゃったの？この T シャツは作ったパパが。ナルシストの、違うよ、曲げたくなかったから、曲げたくなかったからだよ。あ、フォローしてね、フォローしてね、フォローしなさい。だから若いって一生だい、あの前か、結構前じゃない、わかんない。ちょっとここに貼っとこう。すごくかわいい。え、そう、ココだわ、ココなんだわ、これなんだわーっていうのなんか最近めちゃくちゃ癖なんで、ありがとう、ありがとうございます。フォローしなさい、フォローしなさい。ありがとうございます。ペンライト、え、お姉ちゃんのないから。こんばんは、まあ、こんばんは。嘘嘘。じゃあ、あの握手会の握手会来てください。トーク会も、あ、ありがとう、ロー、握手会、トーク会、ツーショット会来てください。めっちゃ来てください。もう来て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 ね。この写真12月上旬ぐらいじゃん。え、そうだっけ。でもヒートテックめっちゃ丸見えだから多分そうだかもしれない。11月23日ね、そのポスター初登場。詳しい。じゃあパパで、なんで手を潰すかい、切ってください。フォローされたら分かる、分かります。来なさいと書いてあります。書いてあるよ。そんなに入れてしまうね、買ってしまうのでやめなさい。で、しまっちゃって46番に今のドスコイ見せてあげる。え、ここさ、ショールームの時さ46だよ、白のタンだった。トーク会誰がおすすめ、トーク会、トーク会、ちなみに同じ日にワルキーでイメージしてた。ほんとワルキーやばい、ここもうね、あの歌だけはね、歌わない方がいいと思ってる。歌うけど、ありがとう、ハート、ありがとうございます。懐かしい、ありがとう、ハート、たくさん。ぐにゅぐにゅ、つぶすかい、つぶすかい、切ってください。なんかさ、シャボン玉がさ好きでさ、シャボン玉が好きでっていうか、シャボン玉楽しそうでさ、オーディションの時からそんなに変わったの？え、でもオーディションの時超大人しかったかも、なんか緊張しすぎてやばかった。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。ね、本当に聞かない方がいいと思う、フォロー外されるからちょっとやだな。え、なんかさ、オーディションの時はこんなに圧の強い子だと思わなかった。え、そうだよ、確かに、なんかはじめまして、はじめましてってずっと言ってた。え、そうなの、中尾の歌でさ、オンチでもいいさ、フォーセルオーチでもいいさだと思ってたもん。そしたらさ、オンチだったの。
音痴でもいいんだって。だからみんな音痴でもいいから一緒に歌おう。だからここもさ音痴だから音痴でもいいから一緒に歌っていいらしい。こんばんは。だからそういいんだって。でさシャボン玉はさあのさあの夢の国でさ買ったやつだからさ夢の国のやつだから見せれないんだけどもうあと少しだから本当にだからさ学校さ危ないんだよね。はじめましてはじめましてフォローしてねフォローしてねお願いします。その姫の生誕グッズ買ったので握手会チケットは給料入ったら通過します。ありがとうございます。もう超追加しちゃってくださいね。ガムテープでキャラクターオンチでもいいさんのこっちゃんに、そうだオンチでもいいさんのこっちゃんに注目だよ。当日になって急になったら泣く、ここも泣く。本当にあの絶対に体調崩しません。何が何でも出ます。ねここも今日ねあのねちょっと用事があって名古屋にいたんですよ。であのピオリン買いたかったんですけどちょっと買えない買えなかった。ちょっと寄り道していきますね。ちょっとそりゃ、ね、ダメですよ。あ、はじめましてだ。フォローしてね。フォローしてください。もう一斉にさ、みんなココのとこ見て。それでさ、ココがさ、例えばさ、そうなんかさ、ココが一人でさ、あのさ、あの、ねえ、歌ったらさ、みんなずっこけんじゃねえとか言って話して。ありがとうございます。オンチでもいいさんのとこで一気にカメラ抜かれる。ありえるありえるかもね。結構そう予約販売できるってなんかみんながさないだね。こんばんは。ガムテープ結構難しいな。なんかさ持ち手のところにもシャボン玉がさあるんですよ。あずっこけるみんな S からずっこけるのよ。ありがとうございます。あとどのポジションそれは内緒ですよ。まあまあ見てからのお楽しみということでありがとうございます。音符星になるよね。いいのかな。ギジョギジョギョそうだよ。ありがとうございます。あとあれってオンラインなんだよね。オンラインあ見えちゃった。はい、そう配信だよね。今日の T シャツはマカロンじゃないよ。マカロニだよ。だよ。こっちゃん、ピョーリン手に入れてもピョーリンチャレンジ失敗。そんなこと言わないの。ピョーリンネット、平日のみ、3月1日までに数、ねえ、そんな人気なの。3月1日ってやばくない。じゃ3月2日にしようかな。ちょっと地獄なんて言わないの。マカロニ、マカロニとマカロン。たまには洗濯しましょう。結構いつも違う T シャツ着てるんだけど。なんかのすめスイーツだ。リンゴ、リンゴパイとか。あ、ぶどう、長野パープル、あとマスカットとか。長野、なんだろうね。リンゴしか思いつかないな。すごいボンジュール。シャインマスカット美味しいよね。シャインマスカットってさシャキッてするからシャインマスカットって名前ついたのかな。
パパは T シャツ屋さんで違いますよ、普通に注文してるだけです、こんばんは。え、シャインマスカットってそういうこと？シャインマスカットはシャインっていうのはシャキッとしてるからシャインマスカットってことでしょ。でさ、でもさ、なんかシャインマスカットってさ、あのさ、なんかあの皮なくても美味しいじゃん。だからさ、でもさ、皮がさなかったらさ、あのシャインマスカットって名前にはならないじゃん。え、違うの？え、じゃ、え、じゃあさ、なんでシャインマスカットって名前になったの？シャインマスカットがシャキッとするからシャインマスカットだと今までずっと思ってきたから、皮がなかったらシャインマスカットっていう名前じゃないんだなと思ってきたんだけど。え、じゃあさ、ブドウは何だろうね。ブドウは、ブドウは難しいよね結構。どうやってそういう名前がつけたの？あ、あとシャインマスカットがシャキっていうか、なんだっけ、シャキっていうか、シャキか、なんだっけ、なんかどういう呼び方するかみたいな。シャキ、え、違う、うーん、なんかシャインマスカットシャキか、なんかね、こんばんは。サンシャインもシャキって言うみたい。確かに社員が作ってるから、そういうこと？社員が使っ、社員シャキ、あ、社員シャインマスカット、え、そういうこと？すごっ、そっちの方が正しいかも。確かにすごいね。はじめまして、フォローしてね、フォローしてね。そういうことなのね。そうなんだ。社員が作ってるから社員マスカット。社員マスカットの社員は社員と輝くという意味。嘘教えるな。嘘なの？だって本当に社員とさ、社員マスカットって一緒じゃん。正解になる。え、もう何なの？結局何なの？あ、で正解にたどり着いてるとか違うとか、もうなんだなんだ、ここがシャキ写真。シャキって言うからシャインマスカットってことにしとこうよ。はじめまして、フォローしてね、フォローしてね、フォローしてね。この子天才、え、でしょ、天才なんだって。ほとんどの商品はシャインが作ってる。あん、そうなの？え、じゃあ調べますね。シャー、ちょっと待ってね、もうタブレットおかしい。シャインマスカット、なんでシャインマスカットって言うの？はてな。待ってね。ね、開かなくなったね。助けて。ちょっとさ、やだ。ちょっと全部一回消すね。多分いろいろありすぎて、やばい。大変なことになってる。ちょっと待って。ね、なんかいっぱいなんか検索。ありすぎて大変なことになってるんだけど、調べるわ。ちょっとなんかちっちゃくなったんだけど、なんで？ちょっと待って、シャインマスカット、シャインは、シャインは、シャインは、あ、シャインイコール、シャインは輝くという意味で、完熟すると爽やかな黄緑色に輝くことからつけられたとかだって。フォローありがとうございます、こんばんは、フォローしてね。
でもなんかいられるね、なんかいろいろ正解がありそうだね。シャインマスカットは山梨、長野、岡山、山形の4県で作られたって。でもさ、社員とさ、社員が作ったっていうのをちょっとお気に入り。知ってた？なんでみんな知ってんの？ねえ、鮮やか鮮やかなだよ。え、どういうこと？え、こうなんて言った？なんて、なんか言ったっけ、ここなんて言ったんだろう。よし、こうやって調べたら消していかないとね、タブレットが固まってしまう。そっか、でも社員っていうかさ、農家さんが作るんだよね、確かに。爽やかって言ってた。あ、本当に鮮やか。ではまた行ってきます。もうダメだって、ダメだって。ありがとうございます。フォローしてね。フォローしなさいの方がいいかな。こんばんは、ご入に。フォローするといいこと、いいことだらけですよ。農家、農協社員じゃね。パパに新しいの買って、シャキッとシャキシャキ。ね、あのね、12期4人配信してるのか。そうなの？誰だろう、ちょっと見てみよう。本当だ本当だ本当だ。フォローしてね。ありがとう、ありがとうございます。ハートフォローしてね、フォローしてね。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。あれ、間違えて、間違えてない、間違えてない、違いじゃない。ありがとうございます。冒険に行く、ありがとう。ハート明日も学校だ。フォローしてあげてください。フォローしてくれてください。ありがとうございます。ハートありがとうございます。あとお休み、勝手にお休みしないでくれる。期待中。ここはまだ寝れないです。ありがとうございます。あとなんか明日ショータイトあるんだよね。なんか学校休んだらさ、レッスンだったから休んだらさ、その日にさ、なんか小テストあったみたいでさ、別日に小テストやるので来てください、もし明日来なかったらその成績なしにしますとか言われたんだけど、どうする？ネタフリし、他の日にダメです、勉強しなきゃね。どうするもん。もうね、知らないよそんなの。言ってくれればよかったのにね、いつあるかとか。こう知らなかったもんね。え、ありがとう。いったあ、でもしっかり学校行きますよ。もうね、テスト、もう睡眠学習じゃない、ここで授業ちゃんとね起きるから。留年狙う、狙わない。え、もう留年しないです。え、タイはもう大丈夫なんだよね。でもそこまで学校行きました。もうあのね、あのね、あのもう深夜に帰ってきただろうが、もうしっかり学校行きました。もうあのね、一日も休まず行ったので、もう大丈夫です。タイはきっとね、自分が数えた分にはもう大丈夫。あとは、あとはどれだけテストできるかとかだそうですけど、きっと単位が、うん、え、まだまだ全然終わってないけど、なんか一応単位はもう何が何でも学校行って、学校行きました。
モスコイボンジュールフォローしてね、フォローしてね、トーク会握手会ツーショット会来てね。でもなんか単位あればいいとか言われたけど、成績ねえテストはねえよかったな。でもさテストでもさ、でもしっかり授業出てれば大丈夫じゃない、まあ、だけど、でもさ単位足りたと分かってもさ、しっかり学校休まずさ学校行けばさね、しっかり学校行く。なんかさめっちゃライトがピカ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 してて目が痛い。補習とかあるよ。補習はないんですよ。まあ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 、学校はねなんとかなりそうですのでね、もうとりあえずね。でもさなんかさテストの日にさ何かが被ったらさ、あの赤点取る可能性めっちゃない。ありがとうございます。あとありがとうございます。フォローしてね。私の娘の高校赤点取ったら留年らしい。そうなの。今度自分が経理書を作ったらそうだね、確かに。でもさあれなんだよね、ね、今はとにかくもうめっちゃね、でもさ本当にさあの授業出てない時のさ勉強が分かんなくてやばい。あれも高校の時赤点え、こう取ってないよ。でもさ卒業できてもさ2年生になれなきゃ困るの。ありがとう星。ココちゃんの誕生日の2時間半だけど祝うの？ LINE でお誕生日おめでとうってやる。会えないのでね。シャインマスカットじゃないよ、シャインマスカット。え、めっちゃいいこと言うじゃん。それもちょっとお気に入りだな。ここ結構ダジャレ好きかも。家庭にとって部活禁止になってほしい。厳しい。こんばんは。でもさ部活嫌だかったらさいいねありがとうございましたこ。でもねもうねあれだね、なんかあれだね、もうとにかくねあれだよ、もうね頑張るんだ。パンチ。ありがとうございます。ココハちゃんカウントダウン、え、ココハちゃんカウント、誕生日までカウントダウン配信ってこと？でも誕生日になった瞬間さあの祝わずにさ終わっちゃうしない？12時まででしょ。誕生日は30分延長できる。そうなの？ここもね誕生日の日はね10時までやったよね。そうなんだ。いいな。じゃあココハのあのショールームにちょっと顔出そうかな。顔出す、文字出す。顔出しちゃうちょっと違うみたいになっちゃう。はじめまして、フォローしてね。フォローここら辺にハートがあるのでね。急いで早くね、本当にさあいつ学校なんだよ。やだ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 。でもここも高校卒業したらいいできるよね。どう？
クマ。フォローしないとしないが、え、あのね、フォローしなかったらね、あのね、あのお家のポストのね中にね、フォローしなさいっていう紙とね、あのね、しないが置いてあるよ。ケツの新曲 MV 公開されたか見んよ。僕も見たい。じゃあココハに動画送るね。これでココハのお誕生日おめでとうって、これココハに送るね。ここがこうやって一人で動画撮って、一人で動画撮ってココハお誕生日おめでとうって言ってやるね。これとこのままね、この配信終わったら仕事で、まだ大変だ、頑張ってね、僕もください。でもだからといってフォロー外すのはダメよ、ダメよ。怖い。あのね、あれなの、もうちょっと寿命が来てしまったので、どこでもドアあるのいいね。ダメよ、ダメダメ。じゃあちょっと冗談、冗談じゃない、もうほんと冗談と壇上が混ざるんだよね。朝まで、やだ、睡眠できないじゃん。睡眠大事だよ。マカロニマカロン、マカロニマカロンっていう歌作ろうかな。今まで何の歌作ってきたかもう分かんなくなっちゃった。もうなんかさ、あの いろんな歌作りすぎてさ、あのさ、何の歌作ったのか分かんなくなっちゃったんだよね。ありがとうございます、マフラー。こんばんは。じゃあちょっとね、あの壇上を読みたいと思います。いきますね。タブレットからわかるかな。13位、お化け。12位、群馬。11位、パンダ。10位、ガオ。9位、闇飛ばす。8位、男の子。7位、タヌキ。8位、タヌキだっけ。8位、7位だから次6位だ。6位、三色団子の猫ちゃん。5位、これはなんていうの、なんか強そうなアライグマ、アライグマ、アライグマ。7位、アライグマ。6位、猫の三色団子。5位はなんか強そうな男の子。4位が溶けたチョコミントのアイスクリーム。3位だよね。3位が北川芳乃さんのアバター。2位が女の子。1位がポンタちゃん。タヌキ、これアライグマね。タヌキってなんだっけ。タヌキホコニャンだよ。ホコニャンっていう名前のね、タヌキ。まあ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 、なんかこれ面白いね。結構なんか自分がステージ上にいるんだけど。面白っ。パチパチ。自分のさ、おやすみメール送ります。自分のアバター欲しい。自分のさあの X の応援アカウントが欲しい。めっちゃ作っといてください。
まったねー、おやすみメール送ります、バイバーイ。おやすみー、バイ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 、フォローしてねー、バイバーイ。